山野幸男君枝<長>野君えまず感染で亡くなられた方に通信で哀悼の意を表しますとともに病と戦っていらっしゃる皆さんなどにお見舞いを申し上げます医療従事者ははじめ厳しい環境の下で対策に当たられている皆さんに心から敬意を表し御礼を申し上げますこの間の政府の対応は残念ながら後手に回ってきたと言わざるを得ません特に 広告省を除く中国からの入国制限が遅れたこと、専門家会議が2月16日まで開かれなかったことなどについて、いずれ厳しい検証が必要です。私たちは緊急事態宣言の制度を含む新型インフルエンザ特措法が適用可能であるとして、2月からその活用を提,提唱してまいりましたが、総理がなぜか法改正にこだわり、適用が遅れたことも大変残念であります。 今般、緊急事態を宣言し、感染拡大防止策を強化しようとすることは、遅きに失したとはいえ、一定評価いたします。私たちは国家的危機にあたって、引き続き協力できることは最大限協力をしてまいります。同時に、政府の誤りや遅れについては、具体的提案とともに厳しく指摘をし、国会としての監視機能を果たしてまいります。 こうした観点から、今日は総理の基本姿勢について3点に絞り、まとめてお尋ねしいます。一つは、検査と治療の体制についてです。感染の疑いがあり、医師が必要性を指摘した場合であっても、重症化するまで PCR 検査を受けられなかったという声がいまだに少なくありません。検査を受けられず、隔離が遅れ、結果的に感染を拡大したケースも少なくないと思われます。 医療関係者はもちろん、相談に当たる保健所職員なども疲弊しています。抜本的に体制を強化すべきであります。早期発見こそが感染拡大を防ぎ、医療崩壊を起こさず、感染者の命を救うために最も重要であると考えますが、いかがでしょうか。検査体制強化の実現時期、検査機関や保健所の人員増強を含めた具体策と併せてお答えください。 2つ目は、自粛や営業停止と金銭的支援との関係です。すでに、収入の道が閉ざされ、明日の暮らしにも困る人たちから悲鳴が上がっています。多くの小規模中小事業者が、事態の収束前に倒産しかねない危機にあります。時間との戦いです。個人に対する即時一律の給付、損失に対する減収補填、 緊急事態宣言が出されれば、さらに強く営業の停止や自粛が求められる中、対応は待ったなしです。自粛や営業停止は、感染拡大を防ぐという公の目的のために、一部の人々に大きな負担を強いています。しかもそのことによって、明日の最低限の暮らしすら成り立たなくなっています。必要な現金給付や、減収補填、 経済的支援の性格は通常の景気経済対策とは全く異なります。憲法二十九条の財産権の保障や健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法二十五条第一項に基づく政府の責務と考えますが総理の認識はいかがでしょうか。最後に過去に経験したことがない深刻な危機にあたっては 常に最悪の事態を想定して対処すすることが求められます人は危機に際して正常性バイアスに陥りがちでありますが、為政者にそれは許されません。ところが、初動の遅れに始まり、感染がどこまで拡大するのか、見通しが立たない現状で、収束後の振興策がはまだしく打ち上げられるなど、事態を軽く見ているのではないかと そんな不安を抱かずにはいられません想定している最悪の事態とはどのようなものなのか緊急事態宣言の期間が本当に1ヶ月で収束に向かわせることができるのかその根拠と合わせて総理の基本的認識をお伺いいたします以上3点国民の皆さんの安心につながる明確な答弁をお願いいたします安倍内閣総理大臣 まず PCR 検査についてであります。PCR 検査については、4月6日時点で全国で1日当たり約1万1000件の検査能力を確保しております。その上で、医師が必要と認めた場合に、PCR 検査を実施をし、患者が確認された場合には、すべて報告を求めるとともに、保健所等においてクラスター対策を進める中で、把握された 濃厚接触者に対して PCR 検査を実施することで国内の感染状況を把握しており4月5日時点で3654名の国内感染者を確認しているところであります政府としては引き続き医師が必要と判断した患者が確実に検査を受けられるよう取り組むとともに感染拡大の防止に向けて緊急経済対策において PCR 検査体制の1日2万件への倍増や、保健所の体制整備により、クラスター対策を抜本的に強化をしていく考えであります。そして、自主要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、調節の自主要請の対象となっていない分野においてもです、ね、売上や発注の減によって甚大な 影響が生じていることも勘案すると、政府としてさまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を調節保障することは現実的ではないと考えています。その上で、多くの中小・小規模事業者の皆さんが、事業継続に大きな支障を生じておられること。 また、その中で歯を食いしばって、頑張っていただいておられる方々に、なんとしても事業を継続していただく、あるいはその中小小規模事業者の下で働いている方々の雇用を守っていくため、45兆円を超えるこれまでにない強力な資金繰り支援、本邦これ初となる総額26兆円の税社会保険料の大胆な猶予制度、さらには史上初めての 事業者向けの現金給付など政策を総動員して事業の継続を後押しし雇用を守り抜いていく所存であります。我が国はまあ今幸い今のところまあ障害国のようにようなです、ね。いわゆる医療崩壊といった最悪の事態は生じていませんが今後ともこうした事態を回避するために政府や国民の国民が最善の努力を図っていくことが重要であります。 なお緊急事態宣言の期間については外出自粛の徹底等の取組効果を確認するためには潜伏期間なども考慮すると一ヶ月程度は必要であり専門家の意見も聞いて定めたものでありますそしてこの一ヶ月ぐらいの間においてはできれば約八割そして最低でも七割はですね 今までの行動においての外の接触を減らすそういう努力をしていただきたいということでございますさらにこの根拠について詳しく必要であれば西村大臣から答弁させたいと思います西村大臣どうしますかよろしいですかはい。あの時間が過ぎてます、はい、あの残念ながら必ずしも正面からお答えいただけなかったことを大変残念に思っております次に